こういうやり口が日本のマスメディアが嫌われる原因だと何度言ったら気づくのだろうか。大谷の妻をテレビに出せたら金一封を出す。キー局でテレビマンによるオファー合戦が過熱中。なんとしてでも大谷妻の出演にこぎつけるべく、驚きの手法に出る局まで現れた。大谷妻を出せたら金一封を出す、と局員に伝達したキー局まであるというのだ。マジでほっといてやれ。さすがにちょい。皆さんがうるさいのでって大谷が言った理由、これに全部詰まってますわ。羽生の時から何も変わっとらんやん。何も学ばない連中。人が嫌がることしたらいけませんって教わってないんかな。ほんまに大谷の幸せを願うならそっとしといたれよ。マスゴミが人の幸せなんか願うわけないやん。本人が出したくない言うてるやん。みんなで偽の大谷妻を捏造してマスコミを騙してみないか。大谷は、俺の嫁を追いかけ回した局には金輪際でない宣言くらいしても誰も責めんで。やっと遠距離から結婚できたのに余計な気苦労を負わせるなよ。結局金金成人かよ。下品にも程がある。世界の大谷舐めるなよ。なんでメディアの人間ってこう一部欠落してるような人が多いの。一般的な感覚じゃテレビマンにはなれんってことか。そらみな見るかもやが、大谷が野球に集中するためにわざわざ会見開いたのに、追い打ちかけるようなことすなよ。今大谷の時給2350万なんやから、5000万から受けますって各メディアに言ってやれ。すまんが野球を見せてくれ。暴きたがるメディアもキモいし求める奴らも同レベル。ゲスの極みすら通り越して下道すぎる。イチローが日本のメディアに冷たかった理由がよくわかる。まあイチローの場合はちょっと違うけど。ワイらだって、お前のおかんパン屋でパートしてるんやなって言われるの嫌やったろ。あれと同じやぞ。これじゃあ文春とメディアの違いなんもわからんて。妻の情報をメディアに出したら訴えますって言ったらいいよ。大谷も弁護士通して内容証明を送ってやれ。これがほんまなら、大谷どころかドジャースから取材拒否されそうな事案やな。これで大谷の機嫌損ねて日本のメディア全拒否されたら、ガチで全方向から恨まれるぞ。